どうも、愛嬌です。今日はこちらスズキの SV650X の試乗インプレッションをしたいと思います。以前 SV650 の試乗インプレッションはお届けしてるんですけれども、こちらの X は SV650 をベースにコンパクトなビキニカウル、そしてセパレートハンドル、タックロールシートが与えられたモデルとなっています。純正のカフェレーサースタイルの車両と言っていいと思うんですけれども、純正のカフェレーサースタイル車両というとホークイレブンも該当すると思います。ホークイレブンも以前に試乗インプレッションしておりますので、この2台の違いなども感じられたらお伝えしていきたいと思います。それでは本日も動画を最後までご覧ください。まずは足つきをチェックします。 SV650X のシート高は 790mm、 車両重量は 199kg です。僕の身長は 164cm、 体重は 62kg、 今日履いてるライディングブーツは G ストーンですので、ソール厚が 15mm となります。それでは実際にまたがってみます。よいしょ。足はステップのちょっと前側に下ろす形になりますね。両足下ろそうとするとつま先がギリギリつくかどうかというところになります。片足は少しお尻をずらせば、まあべったりつきますね。またがったままで押し引きしてみます。あ、意外とスムーズに動きますね。そんなに大変な感じではないです。ではディテールをチェックします。それでは SV650X の装備をチェックしていきたいと思います。ビキニカウルが標準装備となってますね。ここ下半分がないのでハーフカウルって言い方かもしれないですよね。丸め一等のヘッドライトとなります。こちらは LED じゃなくてバルブですね。でウィンカーの方にもバルブが採用されております。フロントフォークは整列のフロントフォークが採用されています。ブレーキダブルディスクですね。 ABS が標準装備となっているんですけれども、ダブルディスクの4ポットキャリパーが装備されています。トラス状のパイプフレームが美しいですね。でこのフレームに収められているのが V 型の2気筒エンジンになります。最近2気筒のエンジンの車両は増えているように思うんですけど、この V 型車両っていうのはね、意外に少ないですよね。腹下の膨張室は比較的コンパクトですね。なので結構サイレンサーは容量大きめになりますね。見かけのフックとかシートバッグとストラップをつける場所はこちらのタンデムステップの部分、左右1箇所ずつ用意されています。後ろ側はちょっとかける場所が見当たらないので、ナンバーのところにステーを追加したいところですね。スイングアームは板状のシンプルな形が採用されてますね。リアのブレーキはシングルディスクにシングルポットキャリパーが装備されています。灯火類はテールのユニットのみ LED が採用されています。シートは SV650X 用の専用タックロールシートが装備されています。前側が茶色くてですね、後ろ側は黒いんですよね。車外のシートみたいですね。でこちらにですね、シート開閉用の鍵が刺さるようになっています。こちらがシート下になります。思いのほかぎっちりですね。 ETC の車載機はここに入るのかな。ちょっとフォークとかを外しちゃえば入りそうな気もしますね。こちらがシートの裏側なんですけど、こういう風にねストラップが用意されてて、外にこうやって出すことでヘルメットをかけることができるようになっています。リアのサスペンションはモノショックでプリロードの調整ができるようになっています。左側の集中スイッチはこんな感じですね。で右側はこんな感じになっております。ハンドルはトップブリッジ下にクランプされているセパレートハンドルです。 SV650 の方にはなかったように記憶してるんですけど、 X の方にはフロントフォークのプリロードアジャスターが追加されています。メーターはフルデジタルが採用されています。シフトポジションインジケーターや平均燃費なども表示されるようになっています。タイヤは前後17インチ、フロントが 120mm、 リアが 160mm の幅のタイヤを採用しています。
それではスズキ SV650X の試乗をしていきたいと思います。スズキイージースタートシステムがついておりますので、クラッチを握らないでもセレモーター一発でエンジンがかかります。では出発します。今回ですね、試乗に際してこの SV650X の方はですね、フロントフォークのプリロードの調整がついてます。で、今回ですね、このプリロードの調整、前後ともにがっつりいじってあります。まあ、以前にですね SV650 の試乗インプレッションしてますので、サスのセッティング何も変えないと乗り心地とかは一緒なのかなというところもありまして、せっかく調整がついているということで全部調整しました。で、どのように調整したかというとですね、フロントリアともにプリロードは全抜きにしてあります。まあ、理論的にはだいぶ柔らかめに変更されてるんじゃないかなと思います。 SV650 のノーマルセッティングのものとですね、今回このサスセッティングしたものでまた結構違いが出てくると思いますんで、その辺もね解説していけたらいいなと思っています。あと、まあね、メーカーの純正カフェレースターカスタムと言ってもいいような車両だと思いますけど、ホークイレブンなんかもね割とコンセプトが近いと思いますんで、この辺のね違いなんかも感じれたら解説していきたいと思います。それでは動画を最後までご覧ください。皆さん、インターネットで何か知りたいことがあった場合ってどういうふうに調べますかね。40代の僕の場合はですね、 Yahoo とか Google といった検索エンジンでワードを入れて調べるようにしています。なんか若い人だとね、結構 SNS を使ったり YouTube を使ったりってする人も結構いるっていうふうに聞いてるんですけど、このね Google とか Yahoo の検索窓にですね、 SV650 とか SV650X っていう検索ワードを入れるとですね、変換候補に SV650 曲がらないとか SV650X 曲がらないっていうね候補が出てくるんですよ。で、まあそれに対するアンサー的なブログとかもね結構あったりするんですけど、乗った人がなんか思ったより曲がらないなって思ってるのかなと思います。で、じゃあ実際問題、曲がるのか曲がらんのかというところなんですけど、まあ全く問題なく曲がるんですよ。ただこれね、結構ホークイレブンに近いところがあって、ホークイレブンなんかは結構開発者の人が意図的にちょっと曲げにくく作ってるんですよね。もう峠道とか走るときにやや手応えを感じるようなセッティングになってて、積極的に体重移動してあげるとしっかり曲がるっていうようなセッティングになってます。最近のバイクはですね、結構頭の向きをちょっと変えただけでも結構パターンと寝かせやすかったりするバイクとかも結構あるんですけど、あえてね手応えを残して、それを楽しいとね感じてもらえるようにやってるんだと思うんですよね。で、この SV もですね、結構ある程度こうコーナリングするときに車体を倒そうと思うとしっかり荷重移動してあげた方がしっかり曲がります。で、今回サスのセッティング変えてるんですけど、このちょっと手応えがある感じってサスセッティングでどうにかならんのかなと思ってサスペンションのセッティングを変えてるところもあります。このあたりねお伝えしていきたいと思います。今僕ね36キロで走ってるんですよ。で、この道ね制限速度30キロなんですよね。平気でこういうイエローラインのところでもやっぱ抜かれちゃうんですよね。 SV650 はですね、最近のバイクには比較的装備されがちなアシスト&スリッパークラッチが装備されてないですね。でも同じぐらいのミドルクラスの車両でいくと MT-07 もついてないんですよね。 MT-07 の派生車種の YZF-R7 はついてたりするんですけど、以前ねYZF-R7 に試乗した時に、おクラッチ軽いって思ったことあるんですけど、その後に MT-07 に試乗したら、あれ意外と重いって感じたんですよね。やっぱりね、このアシスト&スリッパークラッチっていうのはついてると結構な勢いでクラッチ軽く感じるようになるんですよね。でね、ただこの SV650 に関しては MT-07 に比べたらちょっと軽いような感じがしますね。サスペンションセッティングを変更した影響なんですけど、まずですね、僕みたいな身長が低いライダーだと足つきの改善を気にすると思うんですよね。リアのサスペンションのプリロードを抜くことで乗車 1G ライダーがバイクに曲がったがった時の沈み込む量っていうのを増やして足つきが良くなるっていう効果を期待すると思うんですけど、正直ですね、この部分に関してはあまり期待していた効果がありませんでした。3番ぐらいプリロードかかってたかな、それを全抜きにしたんですけど、思ってたよりねリアサス沈まなかったですね。もともとのサスペンションの硬さが割と固めになってるのかもしれないですよね。
でフロントの方なんですけど、フロントもねこれコインドライバーで全抜きにしてあるんですけど、結構ねハンドリングが変わってます。もともとニュートラルなハンドリングではあったんですけど、まあ、軽いなっていう感じではなかったんですよ。ただプリロードを全抜きにしたことで、まあ、リアの方も変更しているのも影響しているのかもしれないですけど、ハンドリングがねかなり軽くなってます。最近排気ガス規制の問題とか、あとね結構排気ガス規制にまだつけなきゃいけないパーツが増加してたりして、バイクの価格が高くなってきてるのもあって、エンジンって割とこのシンプルな並列2気筒エンジンを採用することが多くなってると思うんですよね。並列2気筒は多いんですけど、まあ、考えてみたら意外とこの V 型の2気筒エンジンっていうのはそんなにないですよね。昔は結構あのアメリカンとかにね V ツインとかって使われてたから、いろんなバイクに使われてたような印象があるんですけど、まあ、現行だとねあんまりこの V ツインエンジンっていうのを採用しているバイクあんまないんですよね。でやっぱエンジン音が独特ですよね。僕は結構好きですね。アメリカンとかのこう低速にしっかり振ったような V ツインのエンジンと違って、このスポーツタイプの V ツインのエンジンっていうのは結構ねパルス感がしつつ、結構滑らかにガーってこうエンジンが回っていくので、これは結構面白いですね。 SV650X に追加されているこのビキニカウルなんですけど、まあ、無印の方にもねなんかちょっとちっちゃいカウルみたいのはついてますけどね、この X の方はこうがっつりこのハーフカウルみたいのがついてるんですけど、まあ、これにはですね風防効果は期待しちゃいけません。これはもう完全にドレスアップ用途ですね。こうやって普通に街中走っててもですね SV650 と比べてウィンドプロテクション効果が高いとかそういったことは感じないですね。まあ、形的にですねもしかしたらダウンフォースとかを生み出してくれていて、前輪の接地感とかはね増してくれてるのかもしれないですけど、今一般行動をですねこのように普通に制限速度内で走ってる上ではですねあんまりその辺も感じることはないですね。あくまでドレスアップと割り切ってると思った方がいいかもしれないです。割と前傾がセパハンのおかげできつくなってますので、小さめのスクリーンとかつけてもねかなり効果はあるんじゃないかと思うんですよね。ただこれビキニカールついちゃってるからちょっとスクリーンつけるにしてもねスタイルが難しいところではありますね。冒頭で説明した通り、今回の車両はですねサスペンションのセッティングをがっつり変えちゃってるんですけど、サスペンションのセッティング自体はかなり簡単に変えることができます。このフロントのフォークに関しては、まあ、工具とかお持ちでなければ10円玉とかね、あとはマイナスドライバーとかでもできるかと思うんですけど、ただねこのアジャスターの部分がねだいたいアルミなんですよ。だ変な力のかけ方しちゃうとちょっとこのアルミの部分が削れちゃったりするので、僕は個人的にはこういうの調整するときはコインドライバーを使った方がいいと思ってます。リアサスペンションはフックレンチですね。でフックレンチもね結構そのかけるところがなかなかちょっと難しいんですけど、まあ、調整式のフックレンチ使ってもらえればどこか何かを外さなきゃいけないとかそういったこともなかったので、割とねリア側も簡単に調整することができますね。トルクバンドって言っていいぐらいねアクセル開けるとズババババって加速していくんですけど、こういう幹線道路ですね60キロで巡航するのもかなり心地よく走れるバイクですね。60キロ巡航の時の振動なんかもほとんどないので、田舎道とかをゆっくり流すっていうのもね楽しくできそうですね。たださっきも言ったようにこう全域トルクバンドっていう感じなんで、こうリズミカルに、ね、コーナーを駆け抜けるなんて走り方もかなり楽しめると思いますね。厳密に乗り比べれば違うのかもしれないですけど、 SV650X とホークイレブンは結構ポジション的には近い感じがしますね。具体的にはなんか SS のバイクというよりは本当にネイキッドのバイクにクリップオンのこのセパレートハンドルをつけましたみたいな感じで、僕の世代だと XJR400 とかゼファーとかにセパハンつけましたみたいなポジションに近いんですよね。いや本当ね、ゼファーとか XJR とか CB とか乗っててセパハンにするカスタムがね結構流行ったんですよ。で僕も先輩がそういうのやってて乗らせていただいたことあるんですけど、まあ、その時思い出すようなポジションですね。ブレーキは結構前後ともハードに効きますね。もうかけた瞬間にガチって制動する感じなんで、これはねかなり安心感があります。特にまあこのバイクの場合もアクセルちょっとガッて多めに開けた時にズババババババってしっかり加速するので、危ねって思った時にカチッと効くブレーキはかなり頼もしいですね。
結構全域トルクバンドって感じで、アクセル回せばねかなりしっかり加速するバイクではあるんですけど、意外とね低速低回転時はちょっとボコボコする感じがあるんですよね。ただ SV650 も X もどっちもロー RPM アシストがついてるんですよね。回転が落ち込みしすぎないようにアシストしてくれるシステムなんですけど、まあ、これがついてくれてるおかげであんまりエンストしないので、まあ、この点は安心ですね。この V 型のボコボコいうエンジンとロー RPM アシストは意外と相性がいいような気がします。それではここからはですね、高速道路の走破性なんかをチェックしていきたいと思います。ちょっとね下道では回せないような回転域まで回して音も出してみようと思いますので、その辺もね聞いていただけたらと思います。ではぶん回します。ですかね、ちょっと2速と3速でがっつり回してみたんですけど、意外と回したときいい音しますね。これはなかなか僕が好きな音質ですね。で今5速で巡航してるんですけど、ちょっとねまず回転数なんかをチェックしていきたいと思います。80キロ巡航での回転数は結構低いっすね、3500回転ぐらい回ってる感じですね。で、この後100キロの巡航もしてみたいと思いますね。よいしょ。100キロくらいまで回すとですね、だいたい4500回転ぐらいですね、4500回転ぐらい回っているとですね、ちょっと手に軽い微振動がありますね。ただそんなに大きい振動じゃないので、長時間じゃなければそんなに気にならないと思うんですけど、まあ、100キロの巡航でずっと走ってるとですね、ちょっと手がしびれてくるかもしれないですね。これどんぐらいから振動出てくるんだろうな。ちょっとスピード落として確かめてみたいと思います。まあ、80キロの巡航でもないことはないんだな。やっぱり多少振動みたいなものは感じますね。ただこれハンドルのエンド部分についているウエイトが結構ちっちゃめに見えるので、このウエイトを変えれば割と改善されちゃうんじゃないかと思うんですよね。 SV の時には感じたかな、ちょっとわかんないですけどね。これセパハンに変更されているので、その影響もあるのかもしれないです。でサスペンションの動きなんですけど、まあ、今回プリロードを全抜きしているのもあってですね、まあよく動きますね。でこのダンサーの時とかはかなりがっつり沈む感じなんですけど、ダンパーがねちょっと弱いんですよね。だからガチンっていう感じで突き上げを感じることはないんですけど、よく動いてるなっていう感じがあります。だいたい第三京浜のこう真ん中の車線とかを走ってるとですね、85キロから90キロぐらいで巡航する形になるんですけど、この80キロからの巡航でもですね、アクセルをグリッとちょっと上げると6速キープでかなりがっつり加速するので、追い抜きなんかはねすごく楽にすることができます。で意外とこのクラスにしては199キロってね、今や決して軽い方ではないんですよね。乗ってるとものすごく軽く感じるバイクなんですけど、重量的にはねまあそれなりにあるんですよ。そのおかげでですね、この高速道路を走ってる時の安定感なんていうのも非常にしっかりしてますね。高速道路の出口に差し掛かるところなんですけど、この第三京浜のですね、続きの出口の部分に関しては結構ねなだらかなコーナーが続く感じになるんですよ。で、まあ、今回サスペンションセッティングを変更してるんですけども、あのねやっぱ車体の倒し込み自体はサスペンションのセッティングを軽くした方がですね、やっぱり倒し込みしやすくなります。まあ、ただですね、やっぱり最近のこうひらひら曲がるバイクと比べると、ややこう紙1枚入ったような抵抗っていうのはあるんですよね。ここはまあ楽しめるレベルなんじゃないかなと思います。今回の SV650X の燃費は燃費計上で 19.7 キロが表示されています。
高速乗る前までですね、こちらが 18.9 キロでしたので、高速道路を乗るとある程度伸びていくんじゃないかと思います。タンク容量は14リッターということなので、まあ、大体250キロ前後ぐらいを目安に給油というふうに考えておけばいいんじゃないかと思いますね。というわけで今回は SV650X の試乗インプレッションをしてみました。僕ね、結構 SV650 好きなんですよ。すごくね、なんかマルチに使える1台だなっていう印象が残ってて、バイクをね、便利な移動手段として使えるんですよね。で、この X なんですけど、セパハンがついていて、で、さらにこのビキニカウル、それと、タックロールシートがついてて、完全にね、こうカフェレーサーっていう感じの1台なんですけど、これはですね、もう本当にカスタム集がする1台だなっていう感じがします。こんな言い方するとメーカーさんに怒られてしまうかもしれないですけど、 SV650 のパーフェクトバランスをあえて崩してる1台だと思うんですよね。例えば CB400 スーパーフォアとか XGR とかゼファーとかもあれで完成形だと思うんですよ。でもあえてそれをセパハンに変えたりして楽しんでるユーザーってね、僕の年代すごく多かったんですよね。まあそれと一緒でですね、あえてこうちょっと走りを楽しめるような感じにカスタムしたっていうのがこの1台のような気がしますね。なんでこう SV650 ほど万能っていう感じはしないんですけど、ただコーナリングの時のちょっと手応えがある感じとかね、このタックロールのこう車外観とかね、この辺僕は結構好きですね。今回の動画が少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あとツイッターやインスタグラムもやってますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信させていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。